あ、こんにちは。こんにちは。もうマイナス3度です、はい、現時点。激寒ですよ。激寒だから。やばいですか。今回ね、僕紙に書いてきたんですよ。シダです。今回はピン。はい。あ、ピン最高じゃないですか。ピンの G430 シリーズ。うわ。もうウッドはピンですからね。ウッドピンなの？ウッドはピンです。あ、ドライバーは違いますけど、うん、ユーティリティと5番ウッドとか全部ピンです。ああ、じゃあ今日でドライバーピンにしたくなるはず。本当ですか？もう発売してるモデルなんで。え、そうなんですか？特に発売してるんですよ。だからまあシダやらない予定だったんですけど、矢野あずまプロとこの前コラボさせていただいた時に、はいはいはい、彼が G430 持ってて、かなり数値良かったんですよ。あ、そうなんですか？うん、っていうことと、実は来月8日にこの泉ビレッジゴルフガーデンで、ゆけゆけ G430 キャラバン隊っていうクラブピンのフィッティングイベントを開催することになりましたので、うん、そういう理由があって今回ね、はい、シダしてみようということでね、はあ、もう紙棒読みっす超長いっすこれ、うん、前回同様あのピンマニアのおじさんいたじゃん、アイアンの時とかいましたね、はい、その人からね、はい、今回もお借りしてきましたので、うん、シダしていくんですけどね、うん、ちなみにそのおじさん、うん、あのピンのクラブ全部持ってるの。え、うん、下手したらピンの本社よりクラブ持ってる。今回の G430 のメインテーマは、うん、激飛び快音。本当ですか。まずフェース面が、うん、超極薄の新フェース設計、もうたわみにたわんで飛んでくるらしいのよ。もう薄いから昔のさ、このパチンコあったりバーンとの、うん、あんぐらいたわんで飛んでくみたいなはぐらい、うんうん、あのたわみがすごい超極薄フェース、うんうんうん、さらに新バルジ&ロール設計によって、なんと新バルジ、新バルジ、新バルジ&ロール設計なんすかそれ、フェースの上下のミスヒットでも、はい、最適スピン量と弾道で最大キャリーを演出するらしい。そして、うん、新サウンドリブっていうのを搭載しているので、うんうん、打点ずれても心地よい快音、はあ、音大事ね、音大事ですよ。だシャークさん、うん、いつも新外すとさ、あのファミコンのゴルフの音みたいな音出すじゃん。どういうの？ブーブーみたいな。あとであのこう編集で出すけど、そういう音出すじゃん。そういう音がなくなるほど快音が出るということで、もうね、ピンの契約ポールたちが想像を超えすぎてびっくりしていると。ヘッドラインナップは3つです、うん、1つ目のヘッドは高 MOI、うん、まあ、かっこ完成モーメント、うん、要は完成モーメントは高いっていうヘッドで、うん、マックスブレズに飛ぶ G430 MAX、うん、これです、はあ、マックスブレズに飛ぶ G430 MAX、 すげえ。2つ目、うん、とにかくドローにこだわった G430 SFT、うん、これはね、うん、もう捕まるヘッドやばいっすね、&、はい、捕まえることだけに特化した2つの弾道調整、はいはいはい、これこの後ろのこれ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 、よくスラちゃんいますからね、スラちゃん、この、ね、はいはいはい、弾道調整の、はあ、これすごくて、うんうん、ドローポジションとドロープラスポジションっていうのがあって、うんうんうん、ちなみにドローポジションだとさっき言ったマックスよりも13ヤード捕まるって、うん、13ヤード13ヤード。でさらに、はい、ドロープラスポジションだと、うん、そのマックスヘッドよりも20ヤード捕まるって。それやばくないですか、20ヤード。だからもう下手したらブーメランフックで戻ってきてキャッチングできるらしい。で最後は、はい、うん、もう低スピンにこだわった G430LST、うん、これこれです。これ低スピン、低スピン。理想の低重心設計によって強弾道&低スピンのタッグで恐ろしいほど飛んでいくと。これですね。だからシャークさ、たまにこう手ほどけすぎてさ、うん、あのゲーラカイトぐらいの球いるじゃん。ゲーラタコ、ゲーラタコ、タコのそれを、うんうん、これを打つと、うん、あの鳥人間コンテストの優勝チームみたいにどこまでも平行飛行する、うん、いわゆるシャーク玉になるわけ。そうですね、シャークって海の中でもうこうだから、はい、そうですね、こういったらこういったらこういきますからね、はい、で2枚目いきますね。虫かい。シャフトラインナップも3種類あるので、はい、ヘッドとの組み合わせが全9通りになりますから、47都道府県で開催してます、はい、ピンのそのさっき言ったフィッティングイベントで、うんうん、打ち出してみて見続けていただければ。今回ゲストをお呼びしたんですね、はい、じゃ早速ちょっと入ってきていただいて。誰ですか？はい、こんにちは。こんにちは、はい、坂東直ちゃんっていう子でね。いや寒いから普通でいいよ。現在ね、プロテスト合格を目指してね、うん、はい、あうちで練習してる子なんですけどね、今回反強制的に呼んでしまいました。なるほど、うん、ピン使ってるからしかもね。でね、 G なんだっけ、410です。あ、だいぶ
結構前です。だいぶ前、だいぶ前の使ってるね。じゃあこれ来たら40ヤードぐらい変わっちゃうんじゃないですか。契約プロぐらいでいくと思います。ですよね。あの進化のほどに、うん、さらにさらに、うん、計測機の方もニューゲストお呼びしてまして、うん、いつもユピテーション GSC 測定機で計測したんですけど、はい、今回もうここもね、あの数年前から契約していただいてるローメル様から、うん、あの GC クワッド、おこれ めっちゃいいやつじゃないですか。これね、 GC クワッドをね、はい、しばらくお借りできることになったので、ヘッドスピードと飛距離はいつもの通り GS 測定で測っていって、うん、こっちではスピン量とか打ち出し角とかを GC クワッドの方で測っていくので、もうダブル計測していって、より正確な地打情報を皆さんにお届けしていきたいと。まず1本目は G430MAX と日本専用の高弾道尺とアルタ JCB ブラックの SR の組み合わせで打ってみます。ロフトは 10.5 度です、うん、さあではバンちゃんお願いします。どれどれバンちゃんの弾見せてよ。おさすが半端ない、ランチアングル 15.3、 バックスピン量は3849、はい、こっちの GSC 測定機ナイスショット、クラブフィール42、210ヤード。410と比べて何か違い、うん、一発で分かった。今やっぱ普段よりちょっと当たりは悪かったんですけど、うん、でもやっぱり球は伸びますし上がりますし、うん、あ快音感じました。柔らかい感じはすごいしました。やっぱりいいんだね。けど今見た感じ超えぐい球でしたけど、いやもうあの球しか打たないから。じゃあ次高ちゃん、やんだ、はい、シャーク高山、ちょっと何にもやってないですけど大丈夫ですか。お、あ、中弾道だね。大丈夫これ。はい、ランチアングル 11.3、 トータルスピン3160、当たってね。 45.4、 215ヤード。ちなみに正直どういう感じにしました。今ドミスヒットです。ただまっすぐ行きましたね。ドミスヒットで穴飛ぶの全然当たってないんですけど、ドミスなのにあの球ですね。まあまあ飛んでるよこれ。ってことは本コースいったら230ぐらい飛んでるんじゃないですか。もうちょっと飛んでる。飛んでますか。うん、うわっ、レピー面目が保ったね。男性だから逆に言うとランチアングル5ヤード飛んでるよ。やば、ランチアングル18度、トータルスピン3880。あのね、はい、あのこれ本当に別に褒めるわけじゃないけど、はい、マジでいいっす。これヘッドスピード49の250。本当だ本当だ、超いい。すげえ振りやすいっすよ。打感はいいですね。打感高くて、うん、快音聞いた。今の今エグかったです。大谷翔平みたいなことしなかった、はい、これ皆さんにこれ、はい、伝わってるかな、この素晴らしさ。確かに激飛び快音のままです。これいじりようなかったわ。いじりようない。ない。じゃ次のブーメランフックの方いじりようあるんじゃないですか。あ、そうブーメランフック、キャッチャーミット持ってきた方がいい。ブーメランフック。じゃ次ちょっとブーメランフックいってきますね、はい。次 G430SFT っていうヘッドに、しっかり叩ける中弾道シャフト、ピンツアー 2.0 クロームの S です。で、ロフトは 10.5 度です、うん、これはとにかく捕まるヘッドで、今回もうどうせだったらというので、うん、弾道調整をドロープラスにしてます、はい、やば、うん、キャッチャーミート持ってきた。もうほんと戻ってくるよ。え、バンちゃんどっちかというとどういう系なの。普段はドローが多いですね。あ、そう、やばいじゃん。じゃあさあ、寒くても捕まえるのかですね。やば、嘘、曲がらない、すごっ。ランチアングル 18.9 3935、トータルスピンヘッドスピード 42.4、 204ヤード、うん、今当たった。まあちょっと薄かったですけど、うん、やっぱ普段ちょっとミスすると右に曲がりやすいんですけど、うん、しっかり捕まってましたね。ガッチリ捕まってる。芯に当たったボールで捕まるのを見てみて、芯に外してあんぐらい、はい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 。曲がんないね、めっちゃいいじゃん。いいね。19.4の4795、今ちょっとスピン多いけどね。 42.2の200ヤード、うんうん、なるほど。もうバンちゃん曲がらない。曲がんないね、まっすぐ半端ない。さあここでいきやっせー。おお、でもいい。7ほんとブームランクだ。何だ、何今の。ランチアングル 10.8 のトータルスピン3590。めっちゃ飛んでる。46.5230。めっちゃ飛んでるんですか、はい、これですね。お買い上げしかも今の球絶対ラン半端ない。やばいね、ラン半端ない。今の本当にブーメランフック、ブーメランフックだ。今のブーメランフックドロープラスポジションを恐るべし。すっげえ、はい、見た目はそんなさっきのマックスと一緒だけどね、うん。
でもこれね、僕、うん、もう今のうちから、はい、打つ前に分かるんですけど、曲がる前に上に当たってます。曲がる力よりも上に行く推進力が僕高いんで、多分それ計測なんないと思うんだよね。ちょ低めに打てないんですか、低めに。あ、けど今ちょっとブーメランした。ブーメランした？17.5、4870。いやこれいい。打感とか音は、はい、マックスと別に変わんないけど、すごくいいね。確かにブーメランちょうどいいフック。これちょっといいですね。うん、マジで。ね。なんか、けなしたいね、そろそろ。そうですね。まあ、次ね。次のクラブけなすんじゃないですか、ちょっと。次、テースピンだから、そうですね、正直僕寄りだから、こっちちょっと厳しいんで。なるほど。打ってきましょうね。わかりました。はい、最後のモデルですね、G430LST、うん、これはね、テースピンモデルですから、はい、でシャフトがツアー向けの低難度シャフト、ピンツアー 2.0 ブラック、うん、かっこいい。これが一番売れてるんじゃないですか、あの LST って結構。いやー、ですか、でもあんまりテースピンだからね。ダメなんですか。やっぱり上がらない人は厳しい。ヤノアズワプロはこれだった。やっぱりそうですか。これも9度だ、今回はこれ 10.5 度です。バンチャンが打って、うん、まあいわゆる一般ユーザーと同じぐらいのクラブスピードなんで。そうですよね。で、どれぐらいになるのか、うん、大丈夫ですか。お、すげえ。あ、本当だ。った。ランチアングル 14.8、トータルスピン 2869。お、43出てる。208ヤード。出てます、出てます。球の高さは10ヤードぐらい減ったね。どうすか。すげえっすよ、ワンさん。マジ超減ってる。バンちゃん的には。やっぱさっき弾道すごい低くて、うん、力強い球がすごい出てた気しますね。うん、ね。だからもう本当に、まあ、どうなんだろうね。めっちゃいいです。いいね、ちょっとやっちゃおうかな。これもう大体、はい、この動画はもうこのシャークの一発で決まるだってもう内緒とするんだから。シャークはブレブレのシャーク高山がクラブの恩恵を受けるのかっていう、あの主張。いや、マジやばいっすよ。これでこんなゲーラカイトみたいな頭打つんじゃもうダメよ。いったってや。さあ、鳥人間コンテスト優勝チームになれるのか、はい。トレーニング。あ、けどなんだこれ、これどうなんですか。まあいいんじゃない。13.1 の2890。あ、減ってる。超減ってる。ロースピン。46.2 の227。本当だ。いいね。これいいやつ、めっちゃ減ってる。減ってるね。量。見た目は一緒だね、ほとんど。違うのかな。はい。あ、お、お、めちゃくちゃ。本当だ。15.7 のトータルスピン3414。53.7 の265ヤード。あ。距離も落ちないのに減ってる。いや、むしろ飛んでるっす。飛んでるんですか、うん、いや、めちゃくちゃ高い。もう全モデル。確かに僕の感じだと600回転ぐらい減る、バックスピード。いや、減ってますよ。実はね、はい、あのピンおじさんからダオキンさんと、はい、もう一個ちょっとハードモデル売ってほしいっていうのがあって。あんの？それも借りてきたんですよ。それ売ってんの？それ。これも430の LST の9度、はい、でシャフトがピンツアーのブラックなんだけど、うんうん、こっちね75の X なのよ。さっき S だから 65X。 あ、なるほど。 だいぶハードなの。ガッツンガッツンのやつね。ガッツンガッツンのガッツンガッツン、ね、まずさっきと同じぐらいの、はい、いきましょう。お、すごっ。本当だ。 14.8 の3290。もう 53.3 の270が飛んでる。もう一つ見る、もう一つ。はいはいはい。今振りましたよね。うわ、振ってもすごい。 15.0 の3614。 55.9 の290ヤード。振っても全然4000いってないじゃないですか。もういってないの。3614でも、うん、これはいいわ。ということで G430MAX、うん、SFT、うん、LST とね、うん、3人で打ってきましたけど、はいはい、激飛び海音プラス打感やばい。やばいですね、うん、で、まあバンチャーは曲がんないんですけど、うん、僕なんかはやっぱりクラブ選んだらぴったりのあんでしょうね。だから8日の、うん、あの泉ビレッジゴルフガーデンクラブピンのクラブフィッティングにぜひ参加していただいて9通りの中から、はいはい、あの1本を。それありですね。本当にピンのクラブフィッティングは本当にやばいから、はい、もう1回言ってるけど。ということで、もうとっくに発売してるんですけど今更売ってみた G430 シリーズ、うん、確かに噂通りのやべえクラブでした、ね、これいいですね本当に、はい、次回ね、今度はつい最近出たばかりの G430 の弟分のクラブスペックシダクラブシダやっていきます。今回はね、あのバンちゃんに来てもらったので、うん、次回また違うゲスト呼んでますんで。ですね、はい、バンちゃんもさすがにもう疲れますよ。バンちゃんまた寒い中また来たかったら出てくださいね、はい、それではまたいろんな動画配信していきたいと思いますので、はい、チャンネル登録とグッドボタンですね、どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。